謎の男ね、シェーンの形で寝てたよ。台風があと1、2時間で直撃するらしいです。改札の中を見ましても、この雨が収まるのをどうにか待とうという方、そして途方に暮れてらっしゃるような方の姿も多く目にします。で、管理人さんが出れなかったら行っていいよって言ってた。マジで、素晴らしいじゃん。じゃあ豚骨ラーメン作るか。細麺頑張ろう。多分こんぐらいでやっても普通の店の細麺よりは太い。中太麺みたいな。中太でいいかな。でも豚骨は中太になると思うんだよな。翌日には店が変わってる。すごいですね。奇跡です。こういう死体発見するとこも最悪ですよね。これさ、便所、公衆便所とかさ、行くとさ、これ俺だけかな、便所開けるとき死体が入ってんじゃねえかって毎回思うんだよね。まあそこまでは思わないですけど、手首が電気が入ってて、どうしよう。バラバラっすか、しかも。そう。必ず思うんだよね、電気だけ。これ伸ばそうと思えば全然伸びない。めっちゃ伸びますよ、これ。謎のとこは全部打っちゃってるから。そう。もう何もできない。今日も外れ。あるなぁ、ちょっとさ。お。クオリティ低いな。普通に豚骨スープ出来上がったんですけど。これ伸びるの面白いから。違うんですよ。寝かせるとやっぱちょっと違う。違うね、なんか。ダブルスープいけるかもね。どっちも超出汁出てる。続いては豚骨ダブル。いや、これなかなかですよ。本当に今回ラーメンしか作ってない。本当ですよ。ラーメン。ストイックにラーメンだけど。研究してるみたいな。ラーメン合宿みたいな。何これ物体。人間が食うもんじゃねえよ、この物体。生ゴミ。粗大ゴミ。飲み物でしか見えんもんね。ゴワゴワなんだけど。気持ち悪っ。物体。超冷たいし、べっちゃべちゃだし。無理だわ。あ、むしろ、それ細いね。これぐらいだと細すぎるかな。俺もそうやってビローンってやりたいな。外人がラーメン食ってるの見ると嬉しくなるよ。いやなんか文化がこう認められた感じですよね。まあ、お年寄りもね。もはや日本のもので。なんかラーメンっていう名前変えた方がいいんじゃないかと思って。すごい素晴らしい。何コーヒー習得してんだけど。美しいな。美しいね。納豆が好きだよ。いっぱいあるぞ。何でも例えなくていいんだよ。なるほど。
何かしら極端だ。細いなぁ、だいぶ細いね。細めにちょっと平打ちが入ってる。これはいいですよ。この後調べてみよう。謎の男のは聞かない。なんか幼虫がいますね。なんか幼虫と幼虫、幼虫検査出てきて成虫の量かなりそのくらいで成虫みたいな。細いなぁ。もうね、1分ぐらいでいく。そうっすね、1分でいいっすよ。粉落とし、粉落とし。豚骨系の、完全豚骨系ですね。そうだね。えい、えい、あー、くすぐうまそう。わー、豚骨だね。豚骨ですね。クリーミーな感じするんだよ、見た目。乳化してますね。あの、完全に細麺だね。ほんとだ。おー、細いね。普通のラーメンだね。普通のラーメンだね。いただきます。うん、歯ごたえほら、コシある。うん、うん、豚骨だね。豚骨ね。豚骨ラーメンにできました。おー。麺を投入します。ラーメンのカリスマが、ラーメンのカリスマ。3分だな、この太さだった。4号だよ。3分だよ。頼もうかな。見てください、麺が生きてるでしょ。麺が踊ってるでしょ、これ。熱い。よし、これで何分ぐらい。どうですか、これ。どう？普通のラーメン。